ナタデココって何でできてるか知ってるうん、私が知っているのはナタデココのナタは液体表面の膜ここはココナッツの意味でナタデココはココナッツの膜を意味するってこととナタデココはフィリピン発祥の食べ物でフィリピンにはココナッツ生産を促進させる活動をしているココナッツ町があるぐらいかなさすが文系のふみちゃんよく知っているわね確かナタデココってグルコナセトバクターキシリナスっていう微生物が関わっているのよね え微生物そうそうグルコナセトバクターキシリナスは通称ナタキンとも呼ばれているけどね詳しく話をするとナタデココは99%が水分で残り1%がセルロースという食物繊維なんだココナッツ水にナタキンを加えて発酵させると表面が固まってくるんだそれをサイコロ状に切ったものがナタデココになるんだよねってことは私たちはそのヒカキンさんじゃなくてナタキンさんが作ってくれたセルロースを食べているんだねなんか予想外